ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。殿堂入り冬の絶景おすすめスポットということで、早速紹介していきましょう。はい、ということで、ちょっとミルクさんをお腹に抱えながら喋っていこうと思うんですけども、今回はですね、皆さん冬のおすすめ絶景スポットを、話していきたいなと思います。いや、今年のさ、紅葉がね、なかなかの外れ年でございまして、いや、暑すぎたんですよね、今年。暑すぎて葉っぱが色づく前に散っちゃったりとか、その葉っぱ自体がね、結構なんかシミっぽくなっちゃったりとかで、なかなかね、この紅葉の、タイミングが難しかった今年でございます。で、ただですね、切り替えていきましょう、皆さん。これからですね、冬の、絶景イルミネーションなどがやってまいります。ちょうどこの動画がね、アップされてる頃から 1,2 ヶ月先ぐらいまで楽しめる、ゆうとべがね、もうつい毎年行ってしまうね、おすすめの絶景スポット、もう行けば絶対に映える写真が撮れるスポット、こちらをね、紹介していきたいなと思います。ほんで、このスポットと合わせて、このね、そのスポットにおすすめのレンズ、こちらもね、ご紹介していこうと思っておりますので、ぜひ参拝にもご注意いただきながら、見ていただきますと幸いです。ということで、まだね、紅葉のチャンスはあると思いますが、一旦ね、その先の冬に楽しめるね、被写体、これをね、ぜひメモしていてみてくださいませ。ということで、早速一つ目のスポットなんですけども、まず一つ目はこちらでございます。阪急百貨店です。阪急百貨店。ミークじゃん、ちょっとさ、あれ、ちょっとさ、これ明るさ、もうちょっと下げた方がいいんかな。あ、出てきた。出てきた。出てきた。可愛いの出てきた。ほんで、ちょっとこの明るさをちょっとだけ明るくして、これで行ってみましょう。阪急百貨店でございますですね。ちょっと、ミークさん、はい、もう、ちょっと、笑っといてください。笑っといてください。ミーク、ミーク、好きだ。好きだ、ミーク。好きだ。いや、梅田はですね、阪急百貨店、やばい、非常にね、いいスポットいっぱいあります。はい、まず梅田のね、阪急百貨店の外ですね、外。外のね、通路側に毎年絶対にね、イルミネーションね、されます。もう何年もね、多分同じね、イルミネーションだと思うんですけども、あそこね、一回去年ぐらいにちゃんと撮りに行ってみたら、めっちゃいい写真撮れたんですよ。こんな感じの写真なんですけども、イルミネーションのね、こうなんかいろんな、種類がある中に、この鹿のイルミネーションがあって、これを主題にしてあげて、他を副題っぽくしてあげると、いや、なかなかね、映えるんですね、ここ。もうほんまにもうキラ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 しとるんで、画面いっぱいいっぱいをね、イルミネーションで埋めてあげると映える。で、ここのね、おすすめはですね、やっぱり、70-200mm ですね。この7ニッパですね、7ニッパ。いや、最近さ、シグマさんからもついに出ましたよね、7ニッパ。12月初旬発売だったと思うんですが、20何万円ぐらい。いや、なかなか絶妙な値段で、絶妙なスペックのレンズが出てきてしまった。だってこれ、ソニー純正の7ニッパの GM2 やったら32万円ぐらい、価格も最安値よりも32万円のところが、シグマさんのやったら20万円初旬ぐらいで買えると。いやー、散財不可避ですね、これは。7ニッパもね、ユートビー買ったのがもうほんまにもう最後のいろいろ揃えた、最後の方に買ったんですが、もっと早く買っとけばよかったと思ったぐらい最近では使ってる7ニッパ、こちらを持って梅田のね、外の通路、取りに行ってみてくださいませ。ほんで、梅田の阪急はですね、この外の通路だけじゃなくて、中の何階でした、あれ、9階か9階ぐらいにね、毎年クリスマスのイベントみたいな感じで、そこにも大きいね、こうイルミネーションバーっと、何ですか、すごい大きいね、なんかツリーみたいなのが、イルミネーションみたいなのがぶら下がってる。ほんで、プロジェクションマッピングみたいな中で回ってたりするんで、あれを撮っても綺麗。阪急百貨店だけでもね、結構写真撮りに行くのは楽しめる。で、この中の、中に関してはですね、この今まあ動画撮ってる 1535mm とかね、超広角レンズがおすすめです。超広角レンズ。やっぱ室内で、こうなんかね、こういう近くのものを撮るんで、ここをね、広角でこう寄って撮ってあげたりすると、めっちゃ不思議なね、こうギューンっていうしたようなね、たぶん乗せといてください。編集室のユートビー。こんな感じのね、写真が撮れると思います。なので、まずはまとめると、7ニッパと超広角レンズをご参加いただいて、12月までにご参加いただいて、阪急百貨店へ行って、クリスマスのお菓子を買って帰りましょう。いや、いつからサンタさんは来なくなってしまったんや。サンタさん、お願いします。4ニッパあたりを、ぜひ。ということで、次。はい、ということで、二つ目なんですけども、絶景おすすめスポット。二つ目はこちら。淀屋橋から中之島区間らへんです。
イルミネーションですね、ここも。ここもね、なんだかんだ毎年行ってしまう。もうほんまに、ね、アクセス良好すぎて。ほんでイルミネーションしっかり綺麗なんで、いろんなね、作例をね、撮ることができました。与那屋橋の駅から降りて、ちょっとこの中之島の方にね、ぐーっとこう歩いて行ってもらったら、ずっとね、イルミネーション綺麗だったり、ツリーが落ちたりとか、プロジェクションマッピング見れたりとか、これ全部なんと無料でできるんで、非常にお財布に優しいイベントとなっております。で、ここの撮影で行くとやっぱね、50mm の F1.8 ですね。これがやっぱね、便利でしたね。この RF50mmF1.8 マキエレンズ。こちらは2万円台、3万円ぐらいのね、レンズでございますんで、このレンズはもうね、もう本当に早く今すぐ無条件に買いましょう。もうなんかこうやったら、顔に合ってたらレンズ人間みたいになってる。買ってください僕のこと。結構この場所ね、 50mm できっちりね収まるところもあったりとか、あとはね F1.8 まで下げて、このイルミネーション自体をぼかして iPhone を撮ったりとか、まあこの2台持ちの方はね、カメラ自体を撮ったりとか、そんなこともね楽しめる場所です。なのでぜひこのね 50mm 君と、カメラをもう1台買っていきましょう。ということで次、はい、ところで次なんですけども、また次めっちゃ近いところで御堂筋のねイルミネーション、この与那屋橋行ったらね、ついでに行ってもらうのもいいと思います。レンタサイクルとか借りてね、走ってもめっちゃ綺麗。もう梅田から与那屋橋、本町、心斎橋、難波までまっすぐ伸びるね、一本の道路がありまして、これ全部イルミネーションされますと、超大規模で。ここはですね、イルミネーション自体を撮ろうとすると結構難しくって、けどもね、こう車が走ってたり電柱があったりね、結構雑多すぎて難しいんですが、途中途中にね、公衆電話があるんですよ、公衆電話。なのでその公衆電話を主題にして撮ってあげたりするのも面白いと思います。ユートビアはなんか、こんななんかね、クリスマスのトラックみたいなのを買って、それを主題にね、リフレクションさせて撮ったりもしました。で、ここはやっぱね、これですね。135mmF1.8。これやったら楽しいと思いますよ。これはね、ほんまにね、買ってよかったレンズですね。望遠側で F 値が低い、F1.8 まで避けれるんで、もう圧倒的なボケ感をね、出すことができる。イルミネーションの撮影はですね、このボケ写真、ボケに、このイルミネーション、玉ボケで綺麗にさせるっていうのもね、めっちゃ面白いね、撮影のね、スタイルだと思うんで、ぜひソニーユーザーの方は 135mm、キャノンユーザーの方も 135mm、ニコンユーザーの方はプレナ。プレナーはほんまに冬までに買った方がいい。さすがにあのレンズは羨ましい。ボケ写真好きなユートビーとしたらね、本当に喉から手が出るほど欲しいので、喉から手が出てくることを祈りながらね、毎晩寝ております。まあそんな感じで、もうね、御堂筋のイルミネーションも意外とね、行って工夫して撮ればね面白いので、ぜひ行ってみてくださいませ。ということで次、ところで続きまして、次のおすすめスポットはこちら、ユニバーサルスタジオジャペンですね。いや、ユニバですよ、ユニバ。ユートビーね、実はユニバでちょっとだけバイトしてたことがありまして、行ってらっしゃい言うてやってみました。もう高校の時とかもユニバ行きまくってましたね。高校の時にユニバの年パスを持ってるか持ってないかでステータスがね、変わるんですよね。なので何としてでもユニバの年パスは、3年間保持した、そんな記憶が ございます。今はもう高くなりすぎてね、なかなか多分高校生にとっては難しいねステータスの、確保だと思うんですが、その当時はねもうほんま安かったんですよね。ほんでそのユニバもですね、このやっぱ冬めちゃめちゃ大きいクリスマスツリーが出たりとか、園内全部がねもうきらびやかになるので、冬の時期がねやっぱりユニバ一番いいかな。でもハロウィンのホラーナイトの時が一番良かったけども、写真を撮るならやっぱ冬の時期かなって感じですね。ユートビーもユニバー最後に行ったのがね、ちょうど会社を辞めて最終出社日から退職日までのこの有給期間に、一人でもうね、なんかカチューシャつけて、サングラスつけて、カメラいっぱいぶら下げて行きましたよ。もう俺は会社員じゃないんだというところでね、あんなこともねやりましたね。懐かしい。ほんでユニバーね、やっぱね 50mm やったら面白かったな。ツリーをあえてぼかしてあげることも面白かったし、まあ結構そのね、映画のコンセプトでいろんな、もうどこ見てもねプロがこうデザインして綺麗になってるんで、やっぱ 50mm できちっとね入れてあげると結構収まりが良かったんで、 50mm を買っていきましょう。 50mm と年パスを買って、行ってみてくださいませ皆さん。ということでどんどん行きましょう。次、続きましてのおすすめスポット、こちらでございます。滋賀県 A スクエアゆうとび、フォトウォークイベント開催しますので、みんな遊びに来て。11月23日です、祝日です。遊びに来てください、もうすぐです。いや、このね、A スクエア、商業施設、イルミネーションもね、今年めっちゃ気合い入れてやってるみたいなんで、ぜひぜひ、来てくださいませ。フォトウォークのね、申し込み自体も終わってるんですが、イベント自体はもう完全フリーで、いつでも遊びに来ていただきます。トークショーを言うとね、ちょっと、ね、考えておりますので、ゆうとび。YouTube では見れないようなね、この冬ならではの、ゆうとびのトーク、ご覧ください。ぜひ来てくださると本当に。ぜひ、お待ちしておりますんで、11月23日です。待ってます。暖かくして来てください。寒
寒いですよ皆さん。ということで次、はい、ところで続きまして、またちょっとそこのエイスクエアからちょっと近い場所にあります、こちらのおすすめスポット森山第一なぎさ公園でございます。ここはね、いや最強です、ここ最強。ちょうどね1月ぐらいに見頃になるとなってたと思うんですが、菜の花が咲くんですよ。なんと菜の花、この12月が終わってイルミネーションまた続いてるけど、なんかイルミネーション行く気にならへんくなった、この1月に撮るものがなくなってしまう現象、その1月になんと満開になってくれる場所、これがこの菜の花のスポット森山なぎさ公園でございます。第一なぎさ公園で、しかも菜の花だけじゃなくて、その奥にですね平山っていうね山があるんで、その山にね積雪してて、その雪山と菜の花を絡めた写真を撮れるという、日本で唯一無二の場所と言っても過言ではないのでしょうか。いや、ここおすすめ、ほんまにね、年明け行く場所に困ったらぜひ行ってみてくださいませ。多分言ってみも来年ね、この場所行くと思いますので、ぜひいたら声かけてください。で、この場所のおすすめレンズはやっぱこの2470かな、標準域のレンズがねあったら全部楽しめるんで、ぜひこちらご購入ください。2本目3本目買っていきましょう。ということで次、はい、ということで次なんですけども、次のおすすめスポットはこちら、新潟県は新潟市ゆとびフォトウォーク、またまた開催決定、パフパフ。皆さん、12月の9日土曜日、なんと新潟県でフォトウォーク開催いたします。この冬はですね、イルミネーション行くのもいいですが、こういう神社とか、あとはなんかこう商店街とかね、年末の雰囲気がね、漂ってまいりますんで、そういうところを歩くのも面白い、そんなところをゆうとびと歩くのはもっと面白い、ぜひ皆さんお待ちしております。12月9日土曜日でございます。こちらにはね、11月末までね応募期間ありますんで、ぜひぜひ県内の方も県外の方も、沖縄県北海道どこからでもぜひ遊びに来てくださいませ。なかなかちょっと大阪とか東京以外でねやることはねめちゃめちゃ珍しいと思いますんで、あえての新潟でゆうとびに会いに行くと、ぜひ一緒に写真撮って、ほんで一緒にも写真撮って思い出残していきましょう。年末の多分年内のイベントはこれが最後だと思います。待ってます皆さん。ということで次、はい、ということで次はもう最後なんですけども、次のおすすめスポット、最後のおすすめスポットはこちらでございます。鳥取砂丘です。鳥取砂丘、いや冬関係ないやんっていう感じですが、いやちょうどほんまにこのイルミネーションが終わってからマジで撮るものがなくなります。多分この1月2月撮るものない中どうしようかっていう時に、鳥取砂丘やったらいつ行っても綺麗なんで、ぜひ頭の片隅に残しておいてください。来年そういえばなんか言うとったな、ゆうとびが言うて撮りに行くもんないなと思った時にね、とりあえず鳥取砂丘に行ってもらったらいい感じの絶景撮れますんで、ぜひちょっとなんとなく覚えていて、おいてくださいませ。困った時に役立つと思います。ということで、もう撮るもないので撮ってないわ、喋ることないのは終わりますということで、本日は今までゆうとびが行った中でもおすすめの冬のね絶景スポット紹介してみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、ゆうとびもね、もう今年今話したところはねまた全部ね一個一個回っていくと思うんですが、ぜひ皆さんも行った時にゆうとびがおったら一緒になんか写真撮りましょう。とりあえずゆうとびは見かけたらすぐにお声掛けください。撮影中でも何でも結構です。もうこの YouTube はねもう声掛けられて人気者になりたくてねやってますんで、ぜひゆうとび見かけた際はゆうとび言ってお声掛けいただきます。すごく喜びますんで、ぜひお声掛けくださいませ。とりあえずね、まあまだ多分ここから紅葉がね綺麗になってくるかもしれないんですが、もうすでに11月でもねイルミネーションいろんなところで始まってるので、まあこの12月のねイルミネーションピークで人がいっぱいいる中撮るよりも、人がちょっと少ない間にねイルミネーション行ってあげるのもいいかと思いますので、ぜひ行ってみてくださいませ。まずは滋賀県へ、23日木曜日、祝日ゆとび滋賀県のイベント、そして12月9日土曜日、新潟県でイベント、こちら2つ待ってます。ということで、もう喋ることないので終わりたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録などよろしくお願いいたします。目指して15万人言うてるけども、やばいやばくなってまいりました。皆さん登録お願いいたします。さよなら、バイバーイ。